今回はセブンイレブンで購入しました新発売のザクモミ食感いちごとミルクのシュークリームですね。こちらを食べていきたいと思います。 194.40 円で結構高いですね。 194.40 銭ってことですかね。いやどうですかね。早速食べていきたいと思いますけど、どんだけ入っているか切っていきますね。いやどうでしょうかね。いや結構柔らかいですね。結構入ってますね、やっぱり。いや、この今、開けた瞬間のイチゴの香りがすごいですね。いや、かなり入ってますよ、これ。このクリームの間にイチゴの果肉が入ってるんですかね、やっぱりこれ。イチゴじゃないですかね。ちょっと食べてみますね。イチゴ果肉がちゃんと入ってますね、これ。これは確かに値段、しょうがないかもしれないですね。美味しいですからね。いや確かにこのもちもちした食感のシュークリームとこのイチゴがすごい合いますね。いやこれはいいですね。美味しいですよ。このザクザクした感じもまた面白いですね。イチゴと合わなそうですけど食べてみると合いますね。このザクザク感っていうんですね。いや面白い食感ですよ。このイチゴのプルンプルンな感じがまたいいですからね。いや美味しいですよ。ということで今回はこのザクモチ食感イチゴとミルクのシュークリームですね、こちらをいただきました。ご視聴ありがとうございました。